うねうねした虫が嫌いですか？それとも刺す虫の方が気持ち悪いですか？すべての虫が滅びてしまえばいいと思ったことはありますか？その方がピクニックやガーデニングをより楽しめることでしょう。虫がいない方がより良い世界になると思いますか？それとも初めは気づかないけれどもひどい結果になると思いますか？これがワットイフ、もしだったら。今回はもし地球から虫がいなくなったらについてご紹介します。虫はあなたを気持ち悪い気分にし、庭のレタスを噛むだけに存在すると思うならあなたは間違っています。全く間違っているわけではありません。実際何種類かは作物を荒らし、人を刺したり、ジカやマラリアのような病気を広めるものもあります。しかし残りの 90% は無害であるだけでなく、私たちや地球にとっても有益です。昆虫がなければ世界は成り立たないのです。どれほど困るものなのでしょうか？地球上すべての虫を体重計に乗せたとすると、すべての人間の重量の約300倍になります。あなたが昆虫恐怖症ならこれ以上話を聞くのは嫌でしょう。付け加えると、地球上のアリの重量だけでもすべての人間の重量以上あります。この地球上から虫が消えたら農家はお祝いをするでしょう。害虫駆除に農薬をまく必要がなくなるのですから。しかしそのお祝いは長くは続きません。昆虫がいなければ私たちも早い段階で飢えてしまいます。タイでコオロギやバッタをおやつにしている人々が飢え死にするというのではありません。人間は食物連鎖の捕食者かもしれませんが、昆虫はこの連鎖を成り立たせているのです。虫は爬虫類、小鳥やカエルの餌になるので、虫がいないとこれらの動物もいなくなります。カエルや爬虫類を食べている動物も絶滅し、その連鎖は続いていきます。最終的には人間にも影響が及ぶでしょう。菜食主義者になって生き延びられると思いますか？ハズレです。地球上のすべての植物の 80% は花をつけるものなので、繁殖するには受粉が必要です。受粉を可能にするのは花粉をオスからメスへと物理的に移動する虫です。鳥やコウモリ、風でさえも受粉できると思うかもしれません。しかしほとんどの作業は蜂、蛾、蝶、ハエによって行われます。それらがなければほとんどの植物にとってゲームオーバーです。あなたの食べ物の好みにもよりますが、食事の 50-90% がそれらの植物から来ます。その中には果物も野菜も米も小麦も含まれています。これはまた牛、鶏肉やほぼ全ての淡水魚のための食物がないことを意味します。これらの私たちが食す動物たちです。あなたが菜食主義者であろうと肉好きであろうと、昆虫が消えたら長期で生き延びるチャンスはないでしょう。また虫は小動物に餌を与えて植物に受粉するだけでなく、葉から死体まで死んだものの主要な分解をします。ですから分解されない有機性廃棄物の山の中であなたはゆっくりと飢えていきます。これはあなたが住みたい世界ではないでしょう。正直なところ、すべての昆虫が見た目が悪いわけではありません。そうだと思いませんか？次の What If、 もしだったらでお会いしましょう。